自己紹介させてもらおう。俺の名はジョセフ・ジョースター。おめえらの仲間の一人を片付けてやった男よ。名付けて波紋クラッカーボレー。このアメリカンクラッカーにまず波紋を送り込んでな。何をやっているんだ。こんな時にふざけるんじゃない。この野郎、俺の友達が死んだというのになんてやつだ。俺は大魔術だぜ。何？おいピーですよ。前ミージャーに行け。行けるぜグー。最近このホテルも格が落ちたようだな。田舎者が増えたようだ。あ、シニョリーナ、これは君へのプレゼントだよ。わあ、美しい。可愛い人、毎晩ベッドに入る前これを外すとき僕を思い出してほしいんだ。オーノー、あのイタコ真顔であんなセリフを喋ったぜ。なんかガタガタ浮くぜ。さあ、受け取っておくれ。おまじないをするよ。君に愛の魔法がかかるように。やばー。俺ああいうやつ大嫌いなんだもんね。そして君の唇にも魔法がかかるように。うわー、あの野郎、当てつけやがってあんなことしようとしている。あそのキリキリはやめようね。ごめんなさい、忘れちゃってた。いやノー、信じらんねえ。何考えてんだあの穴。水鉄砲は穴が小さい方がよく飛ぶということだ。分かったかスカタン。いいかジョジョ、お前は波紋を自由自在にコントロールできるように訓練をしなくてはならない。そのためにここへ来たのだ。先生の住むこのベネチアへ。オーノー、俺の嫌いな言葉は1番が努力で2番が頑張るなんだぜ。I'm not afraid of the dark.